2025年に登場すると噂されるスズキ・スペーシアは、長年軽自動車市場をリードしてきたホンダ NBOX に対抗する強力なライバルになると注目されています。エクステリア、インテリア、さらにはエンジン性能に至るまで、2025年モデルのスペーシアは大幅な改良が施されるとの噂が広がっています。もしこの噂が事実であれば、スズキ・スペーシアは2025年に軽自動車市場の主役となる可能性が高いです。2025年のスズキ・スペーシアは、より未来的でモダンなエクステリアデザインになると予想されています。スズキはより大胆でダイナミックな外観を目指し、シャープで空力性能を意識したボディラインを採用し、現代的な雰囲気を強調する予定です。フロント部分はより大きなグリルとスリムなデザインの LED ヘッドライトが搭載され、攻撃的で高級感のある印象を与えるでしょう。シンプルで四角いデザインのホンダ NBOX に対し、2025年型のスペーシアはスタイリッシュで個性的な外観を提供し、実用性だけでなくファッション性も重視する若い世代にアピールすることが期待されています。インテリアに関しては、2025年のスズキ・スペーシアはより広く快適な室内空間を提供すると噂されています。軽自動車のサイズを維持しながらも、スズキはエルゴノミックなインテリアデザインと柔軟なシート配置で、車内のスペースを最大限に活用する計画です。特に頭上空間や足元の余裕が増し、ホンダ NBOX よりも優れた快適性を提供すると予想されています。さらにスズキは最新の技術を取り入れ、スマートフォンとの連携が可能な高度なインフォテインメントシステム、大型タッチスクリーン、そして統合されたナビゲーションシステムを搭載するとの噂があります。また駐車センサーや360度カメラ、スマートドライバーアシスト機能など、安全性を高める機能も充実しており、快適さと安全性を両立させた車になることが期待されています。2025年型スズキ・スペーシアに関する最も注目すべき噂の一つは、エンジン性能の向上です。スズキはよりパワフルでありながら燃費効率の高い新しいターボエンジンを搭載する予定と言われています。このエンジンにより、ホンダ NBOX と比べて加速性能が向上し、よりレスポンスの良い走りが期待できます。また環境に配慮したハイブリッドモデルも提供される可能性があり、消費者に対して環境に優しい選択肢を提供することになります。このパワフルなエンジンは、よりスムーズで効率的なトランスミッションシステム及び改良されたサスペンションシステムと組み合わせることで、様々な道路状況において快適な乗り心地を提供します。これによりスズキ・スペーシアは主要なライバルであるホンダ NBOX よりも優れた運転体験を提供する車になる可能性があります。